はい、浩二です。こんにちは。今日は横須賀にみかん狩りに行きました。わー。まだ向かってる途中なんですけど、ちょっと向こうでオープニング撮影できるかちょっとわからないんで、今ちょっと途中でオープニングを撮影しています。ホームページで確認したら、今年はみかんの収穫が少ないらしいんですけど、まあ、みかん狩りが楽しいので、楽しみにしています。それじゃあ、ヘビーゴー。覚えてる？覚えてる。みかん狩りのやり方。あ、いいね。どんどん写真撮って。大丈夫？大変です。ゆうちゃんがこけました。はい、というわけでみかん狩りに来ました。今日は横須賀の津久井というところですね。ここにみかん狩りに来ました。で、ハサミとか持ち帰り用の袋をもらったので、早速みかん狩りをしていきたいと思います。大丈夫？そんだけ？そんだけ？うん、早いな。次探す？はいよ。じゃあ次のみかんを探そう。
あーいいね、いいじゃん。うん、そうだね。ナイス。あ、やべ、でかくなってきた。もういっぱいだ。あと1個か2個ぐらい。あー、いいね。それいいね。やばいやばいやばい。いいね。ナイス。ナイス。はい、どうもありがとう。これで3袋もういっぱいかな。ナイス。いいね。いけそうな気がする。はい、ありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとう。メール探してみて。走るな、走るな。疲れるから走るな。たいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。お疲れ様でした。
袋三つ分取れたね。うん、あ、よかったね。うん、よし、じゃあ帰るか。はい、じゃあお疲れ様でした。はい。はい、というわけでみかん狩り無事終わりました。わあ。結構一人一袋のお土産があるので3袋もらいました。この動画がいいと思ったらグッドボタンお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。じゃあバイバーイ。